まあ、タフなゲームだったと思いますけども、簡単にゲーム振り返ってもらえますか。そうですね、まあ、ゲームの入りとかはあんま、まあ、0点が長い時間続く中でやっぱりセカンドユニットの、まあ、頑張りでやっぱり今日の試合勝てたんじゃないかなと思うし、まあ、ファジーカス選手がいない中でしたけど、だけどやっぱりすごい大きな1勝だと思うので今日勝ち入れたのはすごい良かったなと思います。前半はシュート苦しんだと思うんですけど、はい、後半の4クォーター、はい、勝負どころで3ポイントを沈めて、はい、ほぼ試合を決める3ポイントになったと思いますけど、はい、まあ、打ち続けるということは意識されてたんでしょうか。そうですね、まあ、前半から結構自分的には感覚的にはまあいい感じで打ってたんですけど、まあ、だけどやっぱりディフェンスがいる中でやっぱそこでちょっと焦りがあったりとかで、まあ、シュートあんま入んなかったんですけど、だし、まあ、最後ああいう局面でやっぱり自分を選択して、まあ、シュート打てたで今決めきれたっていうのはまあすごい、まあ、自信にもまたつながったんですけど、まあ、フリースローが入んなかったんで、まあ、それはまた練習してああいう場面でもしっかり決めきれるようなにしていかなきゃいけないなと思います。アウェイですがたくさんブレックのファンの方がいらっしゃいました。ファンの皆さんにメッセージ。もう本当にこういう状況だし、まあ、アウェイにもかかわらず、まあ、たくさんの方が駆けつけてくれて、まあ、バスケットライブでも、まあ、応援してくれて、まあ、自分たち、まあ、最後、まあ、ロースコアであったんですけどやっぱりディフェンスで勝ちきれたと思うので、まあ、引き続き応援よろしくお願いします。今週末のアウェイ島根戦の一度の最後。そうですね、スケジュール的にタフなんですけど、だけど、まあ、まあしっかり勝たなきゃいけない2戦だと思うので、まあ、しっかりやっぱり自分たちのことを信じてチーム一丸となって戦えればいいなと思います。